体平日が多いので曜日感覚がないんです昨日お疲れ様でした。あの本当に書類もイベントたくさんありがとうございました。やっぱり今日あの結果の発表あったんですけど、結果はついてこなかったですけど、でも喉がちょっとガラガラですいません。でもあのたくさん新たにイベントがあったから私のことをあの知ってくださったっていう方とかもいたり、なんか本当に不慣れな中たくさん朝早くから夜遅くまでたくさん見に来てくださって、お星様集めてくださって、あの50カウントしてくださったりコメントしてくださったり本当にありがとうございました。でもそれもなんかそうなんですよね。詳しくお話ししたいんですけどどうしよう。ちょっと今日は時間がもう47分で時間がない。キールありがとうございます。ゆきちゃんにみかんたくさんあげたでしょ。なんで？え？ゆきちゃんにみかんあげてないですよ私。なんで？なんでそういう話になったんだろう。でも今日私みかんをあの持ってって食べてたんですよ、あのレッスンとリハの間で食べてたんですけど、いるって周りにいた子に聞いたんですけど、誰もっていうかみんな大丈夫って言われちゃったので、え、ゆきちゃんにあのいらないみかんいるって聞いたんですけど、もらってくれませんでしたなんかこの時期にしては早いんですけど、でもコンビニで見かけて、あ、食べたいなと思って買って、なんか小粒のみかんなんですけど、でもみかんなのでお腹もなんて言うんだろう、お腹にはあんまたまんないけど結構調子もよく過ごせるし、あ、待って、みかんあるかも、あるみかんこのちっちゃいんですけど一個一個はあの結構なんだろう、食べた後動くのってあんまりなっていう時も、みかんとかだったらフルーツとか軽いので動きやすいっていうか、調子は崩さないでちょっとだけ食べれるみたいな感じで、配信始まると思って起きてました。ありがとうございます。配信ないと思ってフライトさんごめんなさい。そうですよね、昨日までショールームイベントがあって、結構なんか、今日も今日とかもいろいろレッスンとかあったりして配信やめようかなとも思ったんですけど喉がごめんなさい。なんかでもせっかく今日かな今日で10日連続みたいななんですよ、あの毎日配信が。だからあの毎日配信は継続したいなと思って、3期でも3人ぐらい40何日最初から続けてる子もいて、私全然続けられてないんですけど、今からでも毎日頑張りたいなと思って、すいません、でもメイクをする気力はなかったごめんなさい。あ、黄色のペンライトありがとうございます。今日のぬいぬいごめんなさい、どうしよう。あ、この子にしよう。あ、レーサーちゃんが落ちた。
手、今日の子はマンモトくん。ちょっとこの子は他にも何回か出したことある、一回出したことあるかな。後ろに尻尾もついてて、こういうなんていうの、バッテンになってる、なんていうんだっけ、こういうこうなんかこうつなぎみたいなお洋服を着てて、スイスから来た子です。あ、ここにスイッツァランって書いてある配信してくれるだけで嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ来てくださってありがとうございます。ハートに黄色のペンライトにありがとうございます。5番ありがとうございます。イベント本当にたくさんありがとうございました。なんかそれもゆっくりお話ししたいですね。あ、そうだ、その配信の中でドラマを語る配信と絵描きクイズの配信ができなかったので、それはまた今度やります。今日やろうと思ったんですけど、ちょっと今日はできなかった。ちょっとメモしておこう。あと、そうだ、おしゃべり会の髪型決めの配信もしないといけない。髪型決めの配信と絵描きクイズの配信と、あれ、なんつったっけ、あ、そうだ、あと昨日みんな、ハートありがとうございます。バラもありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます、ハート。あー、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃピカピカしてる。かぼちゃ食べようかな今日。たくさん本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。ハートありがとうございます。あ、なんかかわいいのがある。なにこれ、なんだろう。待って、よくわかんないけど、これなんだろう。なんか猫型の花火みたいな。ありがとうございます、かわいいやつ。ハートありがとうございます。で、うちは何を話そうと、あ、そうだ、昨日イベントがあって、最終枠で皆さんがずっとしてほしいって言ってくださっていたカラオケ配信を初めてしたんですけど、なんか、なんだろうな、結構緊張してたりとかいろいろあってすごい失敗しちゃって、それは自覚はあったんですけど、なんか SNS でもなんかなんかちょっとあんまり心ないコメントもちょっとお見かけして、結構私メンタルが豆腐なので、一言書かれるだけで結構病んじゃうタイプなので、なんかカラオケのリベンジも今度もっと練習して、それもまた配信したいなって思います。ハートありがとうございます、たくさん。かぼちゃありがとうございます。かぼちゃピカピカしてる。かぼちゃパンプキン、かぼちゃのプリンって美味しいですよね。あとキャラメルプリンも美味しい。なんかプリン食べたくなってきちゃった。そういえばプリンって言って思い出した、かなり前にプリンいただいた、プリンを思いっきり割ってしまって超ショックだったことがありました。あと、なんか
3連続のハートありがとうございます。あゆきちゃんがモバメにみかんの画像をあげてた。あそういえばなんかあげていいって言ってたわ。そういえば私の多分手が映ってた気がするハートありがとうございます。あそうだメールのことも話ししよう。あでも待ってもう56分だ。メールも結構10月に入ってから今までで一番ぐらい10月に入ってからちょっと忙しいことを言い訳にして全然メールを内容も少なかったり量も少なかったりしてたのでそれを改めて見返してうわー少なすぎる、これ私が逆にメールを読む立場だったら絶対嫌だなって反省をすごいしたのでちょっと明日からちゃんと送ります。本当にごめんなさい。せっかくラッキーアイテムとか花絵クイズとかのコーナーも作って最近送れない日もあったん、あ、結構あったんですけど、なのでそれもメールも明日からちゃんと送るので本当に送るのでまた楽しみに、メール楽しみに読んでくださると嬉しいです。で SNS とか返信メールとかは温かく書いてくださると嬉しいです。待って、あ壇上読みを先にします、ごめんなさい、時間がない。ハートたくさんありがとうございます。あ焼き芋ありがとうございます。焼き芋食べたい。黄色のペンライト目玉の羽ついてるやつありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。あ目玉羽のありがとうございます。やばい時間がやばい。壇上読みします。1位ケンジの1位推しは花江さんだけです。ありがとうございます。花江ポーズ。2位オノピーさんハートありがとうございます。3位ゆうやさんダサンポーズありがとうございます。4位マスルデッセさんありがとうございます、指ハート。5位のんたさんありがとうございます、猫。6位とうかさんありがとうございます、小顔ポーズ。7位タッチンさんありがとうございます、ピース。8位ギリさんありがとうございます。どうしよう、あマーモトくんありがとうございます。9位ヒロポンさんありがとうございます、レッサーちゃん。やっぱり時間が。10位ヨッシーさんありがとうございます、クマ。11位チリーさんありがとうございます、ウサギ。12位テリノリさんありがとうございます、ハート。13位マゴシロウさんありがとうございます、ハート。ありがとうございました、よかった間に合った、たくさんありがとうございます。ちょっとコメントもあんまりコメント追い切れなくてごめんなさい。ギフトもたくさんありがとうございました。コメントとかたくさん、こんなに夜遅くに来てくださってありがとうございます、本当に。また明日も配信夜する予定です。できなかったらごめんなさい。